罪のね、まあ、裁判官の犯罪が行われるということは私自身が一応予想していました。で、まあ、はっきり言うと2つあったんですよね。でお家に実家に帰りまして、まあ、兄貴はね、まあ、無罪やなんか読んでるしいろんな資料読んで私の無罪は 100% 信じてる。しかし今の激動期にお前たちに、まあ、1億円ぐらいのボーナス与えたらね、まあ、革命運動が、まあ、70年を超えるような爆発すると、そんなことをさ彼ら考えるはずがないと、まあ、はっきり言うとそういう判断でね、まあ絶対的にね今の条件から考えて、まあ、はっきり言ってどんなに反動的な判決が来れるんじゃないかと、まあ、これは率直の気持ちで言われてるわけで、今回の判決を見ますと最初から彼らは犯罪行為に手を染めています。で第一の犯罪行為というのは、まあ、2つあるんですが、岩手借家ですよね。岩田社会は私が病気療養していたということはもう事実で、金沢ですね、金沢社会というのは病気療養していたのは事実なんです。でこれは覆すことはできなかった。でそこに彼らが検察側の証拠を出されているのは、いわゆる私が金沢社会で生活していたということを証明するものしかないんです。他のものはありません。で金属靴っていうことは撤回してますから、これはありえないです。ところが私だけでなく突如として曽我部さんもあそこにいた。で A2 新刊と策略を想定していた。でそこのいう新刊の製造と策略の製造に関する諸々のね岩手借家の物があそこで管理してた。であそこから金沢借家から全て岩手借家に持っていったから、いわゆる物がね引き継ぐような事態ではありえないと。でこれはね二重三重に証拠ない限りにおいての犯罪なんですよ。で一般的な何らかの推定で行われるということでは全然ありません。彼らは明らかに意図的に分かってます。で私が療養していたし証拠物としてそれをね裏付けるものをね、それ以上のものを裏付けるものはないということは 120% 確実にしております。だから確信犯だと、いわゆる裁判官がいろいろ検討してやったんじゃなく確信犯として犯罪を実行したと、こういう犯罪を許しちゃいけないということをね我々はいかにもってはっきりさせなきゃいけない。だから裁判官の犯罪はそういう形で行われるわけです。あとは全て金沢借家で犯罪を犯したわけですから、もうあとはね控訴審判決のねいわゆる認定を正当であると。で控訴審判決あまりにもひどい認定ね、これはだけは認めませんよということを言っただけに過ぎなくて、やはり、まあ、今の情勢ですからやっぱり裁判官がここまで腐敗してくるっていうのはやっぱり我々のねこの間のやっぱり戦い、皆さんと、まあ、被告と弁護団と支援者とね家族全体を含めてね裁判所を追い詰めて、でやっぱり私金沢現地に行ってねいろんな人に会ってきましたけども、やっぱり事実が事実なんですよ。でなんか北国新聞を購読してたようなことを言ってますけども、これは北国新聞 の, 当時の購読やってる若い所長さん2代目になってるんですか3代目になってるんですか、言いましたらね新聞を取ってたら必ずね領収書はお返し持ってると、で税金で当たり前なんですよこんなの。どこの私はつくしに住んでいますが、つくしの朝日新聞に行ったら領収書は保管するのは当たり前と、税金ですから5年間保管してるんですよ、なの当たり前なんです。でそういうものはないです。私は取っても記憶がないから、はっきり言う。だからそういうものないのにね北国新聞は購読していましたというようなね、まあはっきり言って北国新聞があったからどうかって犯罪行為に、ね、なるわけじゃないんですよ。あったからってどうなのって感じでね。